小永義正は、日本の政治家。静岡県富士市長。富士市議会議員、同議長。静岡県市議会議長会会長。全国特例市議会議長会副会長。富士市監査委員を歴任した。静岡県富士市出身。富士市立富士第一小学校。富士市立富士中学校。静岡県立富士高等学校卒業。百七十九年三月。 一橋大学小学部卒業。同年4月、日面に就職。1987年9月30日に同社を退職。同年、富士市に戻り家業の小長井米店に従事。1994年、社団法人富士青年会議所副理事長。1997年、富士市議会議員補欠選挙に初当選。2009年、富士市議会議長。 静岡県市議会議長会会長。全国特例市議会議長会副会長。2011年、富士市関西委員。5期目の途中の2013年6月28日に、市議を辞職。2013年12月22日執行。元静岡県議会議長の上田徹を破り、初当選。翌年の2014年1月19日、市長就任。 当日有権者数20万4868人最終投票率 39.59%2017 年12月24日執行前回戦った上田徹を再び破り2期目の当選を果たした当日有権者数20万8565人最終投票率39.59%ありがとうございます